だよこれ。この見た目じゃ力ずくは無理でしょう。今回は早々に足止めを食ったな。これはまた本人の認知を操作する流れか。でもモナだって先へ進めてないはずよね。ならパレスにいるとしてもここより手前にいるはず。お待ちなさい、あなたたち。だ、誰だよ。あの服、まさか私たちと同じ黒い仮面。まさかマダラメや金城が言い残した。じゃあこいつが廃人化の犯人ってか。女だったのかよ。俺たちをつけてたのはお前か。なんとか言えっての。はっはっはっは。お前ら勘違いもほどほどにしろよ。モナ無事だったのね。ご無沙汰だなパンサー。ご無沙汰ってほどでもなくね。お宝を狙ってきたのなら尻尾を巻いて帰った方がいい。いや、お前を探しに来たんだが。お宝は我が輩とこのこの美少女怪盗がもらうからだ。美少女怪盗？ペルソナだって使えんだからな。美少女怪盗と申します。自分で言っちゃったよ。緊張感に欠けるな。お宝は私たちがいただきます。それモナが言った。あなたたちは怪盗失格です。いいですか、立派な怪盗とは。言ってやれ。あなたどう考えてるんです。そうです、その通り。無駄話はおやめなさい。そっちが降ってきたんじゃ。モナ、何なんだよこいつ。待て、今ちゃんとするから。あなた。俺？少しは場の空気を読みなさい。え？あなたは柄が悪くて頭も悪い。はあ？あなたは、何でしたっけ。わざわざこんなこと言うためにここに。なんつうか、あいつ安全なやつっぽくね。お宝は私たちがいただきます。それさっき言った。お前らとおしゃべりしてる暇はねえんだよ。やめとけよ、それあかねえ。我が輩たちをなめんなよ。後ろ。来るぞ。え？ひょどってんじゃねえよ、逃げんだよ。後でいつもの場所に。